今日はあれからのくら寿司ということで、バカッターがいろんなことをやってる中、くら寿司はどんな現状でしょうかということです。西条市のくら寿司に行ってきたんですが、くら寿司は寿司が回ってますね。このカプセルがあるから抑止力になってね、うん、はい、今日は食べ過ぎないように2、3皿、まあ、4、5皿ぐらいで収めようと思っています。何回来ても解き方が分かりません。よかった。白身決戦、ブリの処理。
だけにサラサラで帰るつもりだった。海がある。海があるの。安い。それそれ。65円。味噌が最後になると思うよ。だから食べ過ぎたわ。チャンネル登録お願いいたします。